ホッスル選手は、ね、1分終わったら出ると思います、はいね、渡辺選手ぜひ、ね、1分2秒の真ん中ぐらいでは、ね、チャンスを考えたいかと思います。ホッスル先頭です。早いですね。ホッスル選手58秒94。この後にはコーナー渡辺今、はい、8番手でターンして、渡辺2秒3で日本記録を上回って言ってますからね。ここからですね。ここからそうなんですね。ここからです。特に平泳ぎが得意な渡辺かなと、はい、左から3人目渡辺かなと、どこからどこまで追い上げていくのか。先頭はやはりホッスルだ。それからそれを追いかけてもコーナー上から3人目渡辺からも、やはりじわじわと3位争いの中に入ってきた。この辺りから出てきますよ。ここから3番手まで上がってくるか、はい、どうでしょうか。まもなく150のターンだ。上がってきました。先頭ホッスルがまもなく150のターン。それからコーナーコーナーでまたいいですよ。渡辺は順位を上げてきた。4番手まで上げてきた、はい、これ抜かれようとしてますからね。最後はクロークですよ。最後はメダルへ向けて自由化の勝負だ。渡辺から現在4番手、先頭はホッス、それからコーナー、渡辺から3位争い。さあ、ホッスクラブ少し、渡辺いいですよ。渡辺が上がってきた。足がしっかり入ってます。コーナーこれはもう2番だ。2番だ。ギゲイゲイある。先頭は2番だ。行きますよ。ホッスの先頭。来た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 。渡辺から来ました。渡辺は金メダル。やりました。日本の最初のメダルは渡辺から銀メダル。そしてコーナーをかわしてなんとなんと銀メダルを取りました。渡辺選手おめでとうございます。今のレース振り返っていかがでしたか。こんなタイムが出ると思ってなかったし、今にもなると思ってなかったので本当に嬉しい。本当におめでとうございます。改めて憧れのホッス選手の隣で泳いで見事な記録と順位でしたが、いかがですか。このホッスはすごい飛び抜けて速いと思っていたので、まあ、先生とは3番という話をしていたので本当にまさか2番も取れると思っていなかったし、私のタイムに本当にびっくりしています。また明日から決勝もありますし、日本チームにもすごくいい流れが来ていると思います。明日からの方法またお聞かせください。はい、明日も 100m 平泳ぎの決勝があるので、またこの波に乗って明日も頑張りたいと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございました。川の贅沢に包まれたい。ニオ始めよ。パープリング選手ニオ、これが私の新しい選手。植木さんが勤める会社には地方での在宅勤務を希望する人が次々に入社しています。ここの、1年間で入社した方はどのぐらいいらっしゃいますか。少しお願いします。人材不足が深刻な IT 業界にあって、この3年間で社員は毎度優秀な人材を獲得できたことで売上は 2.6 倍になりました。チームは福利厚生ではなく締めの施策です。僕も私も参加したいなという形でどんどん自社のようにメンバーを集めてくると、そういう制度を目指していきたいと。全国どこでも働ける在宅勤務、地方自治体も注目しています。その一つ松山市です。在宅で働きたいという女性たちと企業を結びつける取り組みを始めています。東京のお仕事を松山、地方である松山でなおかつ自宅でできるという。在宅勤務は企業誘致に頼ってきた地方自治体の在り方を変えるものとして急速に広まっています。これまでは地方で仕事を増やそうとすると工場や事業所を誘致するのが一般的です。しかし在宅勤務ならば都市部から直接仕事を受注、住民からの新たな税収も期待できます。松山市は人材サービスの会社と提携、問い合わせが本当に今殺到している状態でして、在宅でできる仕事を紹介する専用のホームページも新設しました。
さらに仕事を発注する企業には金額の 10% を助成しています。これまでに首都圏を中心に150社以上から発注がありました。勝つつもりでやってますね。私たちはそういうあのトラックを推進して、腰のところを早く打ち出していくわけですからということになります。今夜のゲストは IT 企業サイボーズの社長で総務省ワークライフバランスを推進するプロジェクトの外部アドバイザーを務めていらっしゃいます青野義久さんです。テレワーク、在宅勤務という選択肢が提示されれば、自分はもっとその生きて働けるかもしれない、あるいはその雇用をもっと作り出せるかもしれないと、ポテンシャル高いですね。高いですね。なんかみんな楽しそうにやってましたね。はい、広がればと思います。そのポテンシャルの高さですけども、やっぱりこう眠った人材を掘り起こせる可能性ってどうですか？そうですね、先ほどの IT 企業なんかも、IT 業界はですね、人手不足の流れが来ているんですけど、本当先ほどみたいに働き方を柔軟にしていけば、人も集まる、業績も上がる、これがなんか明確になってきたかなっていうのは、なんかこの1年実感しています。攻めの戦略だとおっしゃってる方がいらっしゃいましたけど、そんな実感ですか？はい、ブラック企業っていう非常に、いやらしい言葉が流行って、で2013年に流行型大賞を取ったんですね。でそれぐらいから、なんか去年ぐらいからですね、もうそのブラックっていう印象がついてしまうと、もう人が集まらないと。とにかくホワイトにしていかないと、働き方を多様化を認めていかないと、人集まらないぞと、なんか経営者の意識もそっちに向かってる気がします。でむしろ実際に導入したところでは、冒頭で紹介したんですけど、やっぱり働いている人たちの満足度が高まったっていう顕著な数字も出てるんですよね。わ、かりやすいですよね。人の満足っていろんな形がありますけれども、通勤電車でね、なんか汗かきながら、特に夏なんかね、もう大変な中通勤することを思ったら、満足度は随分上がると思います。ただ制度として会社でその実施しているところっていうのはまだ 1.7%。 そうなんですよね。なんでだと思います？いくつか あると思うんですけど、経営者の立場からしますと、やっぱりリスクはあると思うんですね。じゃあ、在宅で働いたときに、この人、本当に働くのかなと、なんか、サボりはしないかなとかですね、もしくはなんかセキュリティ上なんか問題が出てくるんじゃないかなとか、いろいろいろ、前はすることがあって、でそれを日本の経営者は、そういう働き方をせずに、どっちかというと、出社してくることで認められて、昇進してきた、そういう人が経営者に多いんですから、ここのリスクと、あとこの在宅の予算の理解の低さとか、ここがまだ導入の低さにつながっているんじゃないかと思います。やっぱりいろんな働き方をする中には、会社に出勤してくる人がいたり、在宅で働いている人がいるというと、これ人材を管理する上でのやっぱり相当な難しさっていうのがあるのではないかと思うんですけども。そうですね、逆に昔の昭和な大企業と長時間労働当たり前 でしかも男性が当たり前 で朝9時に全員来るし、夜も残業してくれるし、なんか無理を言っても